はいどうもこんにちは、ピアソンです。今回ですけども、今新シーズン始まってね、初日に今撮影してるんですけど、この初日にですね、なんともう今シーズンのランク秘宝の UR 枠をもう引き当てたっていうモサからの DM が来て、それをちょっと見せてくれるっていう話になったんで、まあそれが本当にゲットしたのか、まあどんなものか見ていこうかなと思います。で、今回がね、昆虫学者の、UR 携帯品らしいということで、さあ来た。さあ見てもらおうか。俺も出そうか。俺もね、ちゃんと出てきた。うすげえ出た。そんななの？やば！本当に持ってんじゃん。どんな幸運だったらさ、シーズン変わった初日にこれゲットできるとか、そんなことが起こるん。まあなんか一応、まあ何個か保存しとくみたいなことはできるんだけど、今もできるかちょっとあんま覚えてないけど、できるとはいえね、俺ずっと今まで代行やってたけど、シーズン初日にこんなゲットしたことないよ。てか音すごくねってな、めっちゃチカチカするんだけど。なんか、めちゃくちゃこれ、チカチカしないね。なんか運ばれて、今これ。運んでもらってます。虫二人だからちょっとややこしいけど、今、他人に運んでもらってるんですけど、なんかこれ、目が痛いんですけど、目がやばい、目がやられる、これ、なんか。あ、これ、こっちの人が乗ってほしいな。なんか羽生えてなかったっけ？なんか俺、乗ってもなんか羽生えないんだけど、これ、この携帯品を持ってる人だけが羽生えんのかな？なんかこの虫がね、すごい豪華になって羽になるんですけど、乗ってる本人か、さっきなんか、蝶々みたいな、あと乗った瞬間のエフェクトみたいなのが出てたっぽいから、それね、ちょっと、この通常のやつに、この UR を装備した人が乗ったらどうなるかちょっと見てみたいな、この青の作法。いや、青のもこれめっちゃ豪華だったのになんかこれと並んだらなんか、すげえ霞んで見えるなぁ。まぁ、SSR 枠だから。あ、出た、これ、今俺が操作相手のことしてるんだけど、これ。あー、他人の虫に乗っても、これ UR 携帯品持ってる人が、豪華な羽つくんだ。うわ、いいな、その羽。俺も欲しい、それ。待って、これ。二人とも乗って操作できるんだ。これ初めて知った。これ、疑似小説化できるじゃん。昆虫学者二人でも、小説化できるのかよ。知らんかったわ、それ。二人で入れ替わりチェイス、これ、できます、虫で。いや、これ面白いな。今度、ノンと動画でやろうかな。疑似入れ替わりチェイスしてみたみたいな。いや、めっちゃカラス待ってきた。なんかもう、てんやわんや。やば。でもこれ、ハンター目線、どうなんこれ。まあ、虫ってね、すごい、まあ、初期のさ、あの、黒いやつ、あれでも見えるし、この青いやつもね、めっちゃ遠くからでも見えるの。本当に。もう本当にめっちゃ遠くからでもこの青いやつ見えるから、この金色のやつも、なんかこれさ、ちょっと離れてさ、見守っててもやばいもん。このなんか、パチ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 みたいな。だからなんか、ちょうどなんか、巻き散らしながら言ってるし、まあ、これが、まあ、実際にどんな感じで見えるか、ちょっとこの後あれしてみようかな。その、ワンオンワン、まあ、対マンしてみて、実際ハンター目線どんな感じで見えるのか、これ、やってみようかな。でもめっちゃ綺麗だな、これ。はい、まあ、というわけで、これが今シーズンの、ランク費用ですね。で、SSR 枠が、確か、ガラテアが確定で、ガラテアは、持ち上げる風船モーションが変わるやつ。あともう一個が何だったかな、ちょっとごめん。度忘れしちゃったから、またテロップかなんかで補足しておきます。まあ、その辺をね、まあ、またゲットしたら、動画にしようかなとは思ってますけどもね。めっちゃ綺麗。あ、回収した。回収モーションとかは特に何にもない感じなのかな。はい、まあ、ということで、この後ワンオンやっていこうかなと思います。さあ、まずは、軍事工場でアントニオで遊んでいこうかなと思います。マップによっても多分ね、見え方とか変わってくるかなと思うんで、まあ、まずはね、明るいマップから、遊んでいこうかなと思います。あー、てか、あれ見てなかったの、窓乗り越えモーションとか、樹脂をね、昆虫学者乗り越えると窓枠とか、板とかに残すんだけど、それがどうなるのかもめちゃめちゃ気になる。さあ、こっち側にいるね。まあ、ここまではまあ、普通よ。さ、内側入るかっていう読みで出したけど、外側、なんかめっちゃキラキラ言ってない？なんか外側になんかキラキラ、あ、内側いたんだ。てか、ちょっと待って、なんか、蝶々なんかさ、なんかこの残り画みたいなのが、すごい、すごい巻き散らしながら言ってるんだけど、なんかね、本来この足跡が残んないのは、まあ、虫の強みの一つでもあるんだけど、なんかね、進んでいったとこにね、足跡の代わりにね、金色の蝶々が、巻き散らしながら、なんか進んでます、この人。はい、まあ、ここで、なんか樹脂もなんかすげえな。なんかちょっとよくわかんない。なんかすごいキラキラしてた。さあ、ここ、さあ、避けてこないか。すーなり。あー、それがラッキー？よしよしよし。なんかこっから見たらなんかすごいなんか白い雪みたいな。ちゃんとなんかちゃんとっていうか何、青いやつと同じ感じに見えるけど。おー、出た。構えた瞬間がなんかすごい。綺麗に映るのかな、この感じで。なるほど。まあ、こんな感じで、工場ではこんな感じで見るということで、他のマップとかでも遊んでみようかなと思います。
さあ今回はガラテアで遊んでいこうかなと思うんですけど、さっきね、2人でサバイバー目線で遊んだこの赤の境界、ここで一瞬比べてみて、サバイバーではあんだけチカチカして見えたのが、逆にこの同じマップ同じ条件でやって、まあどんな感じで見え方が変わるのか、見ていこうかなと思います。さあキラキラがすごい。あ、でもなんかこの、あ、なんか近づいたらすごいチカチカ今一瞬したか。まあでもこのぐらいの距離感だったら、まあ残り画がすごいなっていう感じで、まあ残り画はすごいな。残り画はすごいわ。一回壊してて、あ、なんか壊した時もなんか蝶々がなんかばらけていく感じがあるな。さあここで乗り越え、乗り越えない、強気すぎる。まあそれは乗り越えたわけ。結局当たってしまって、これもう虫もあんまりないから、もうチェイスは厳しいかな。これ以上はあんまり何もないかもしれない。オキャテで、おい、オッケー、よし。まあということで、まあこんな感じか。まあ同じ条件で見比べると、まあ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 、まああの画面いっぱいのチカチカはちょっと少ないかなっていう感じはするね。若干やっぱ見えづらい。さあ今回ジョーを使っていこうかなと思います。ジョーでやっぱね、さっき結構近距離でのその虫の輝きを見たんで、今回は遠距離からビシバシ当てていって、遠距離ではどんな感じで虫が見えるのか、遊んでいこうかなと思います。さあこのスポーンは工場じゃなくてこの小屋にいるんで、さあ出して、オッケー、一発で当たる。まあまだ多分虫出してないな。多分こっから出してくれるから、それがどう見えるかなんですけど、あ、全然見えないわ今。うん、あー、うん、そうだね。あんな感じすごい透けて見える。あ、なんかチカチカする。なんかチカチカしてる。なんかすごい、これさ、チカチカするし、なんか虫の残りがやっぱすごい。いやー、なるほどね。あ、病院めっちゃ目立つかもな。意外と病院とかだったらは多分一番目立たないかなと思ったんだけど、病院もめちゃくちゃ目立つ説がある。まああと思ったより遠距離はそんな透けないか。まあ遠距離透けるマップはやっぱレオの思い出とか工場とかだから、まあ、難しいかもしんないけど、もう一度遊んでいこうかなと思います。次でラストにしようかな。さあラスト永眠町、ちょっとだけ暗めのマップに、してきました。さあどうせだったらもっと暗い、なんか赤の境界夜バージョンとかでも来たらよかったな。あとは苔村とか、まあでも永眠町もね、かなり暗い方の部類なんで。さあ早速耳鳴りがしてくる、まあ、この辺も、あー、なんか足跡上上がっていってるな。さあこれを普通に追っていったら、なんとか墓、まあ墓は入られちゃうか。さあ乗り越えるか。あ、いや墓は入られないな。さあ降りる。で、あ、どうしました。これ来る場所分かってなかったな。オッケー、一発叩いて、いやこれ電車引かれる。さあ回収が間に合う。これなんかさ、このモヤモヤなんなん、この窓枠の。これあれも見たいな、板乗り越え、板にどんな感じでつくのか見てみたいな。板乗り越えをしてほしい。さあこれ壊しといて、もう一回分加速して、あー惜しい、もう一回分壊したかったな。なんとかこの板を乗り越えて欲しさはあるけど、倒してしまいそう。あ、乗り越えてくれた。板めっちゃなんか黄金ゴールデンに輝いてた気もする。あ、なんかそうだよね、板の方はなんかすごい、なんていうの、ネオン調、ネオンカラーっていうか、なんかゴールデンに輝いてるはい、まあということで今回はね、新ランク秘宝の UR 形態品、どんな感じか遊んでみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。